景気悪化の懸念は指標にも表れています。ドイツの ZEW、ヨーロッパ経済研究センターは12日、7月の景気の先行きに対する期待指数が大幅に悪化したと発表しました。ヨーロッパが債務危機問題に揺れた2011年以来の低水準です。期待指数はマイナス53.8と、前の月から25.8ポイント低下しました。 悪化ししたた。のは3ヶ月ぶりりで、市場予想からも大きく下回りま ZEW のバンバッハ所長は見通しが悪化した要因としてドイツのエネルギー問題や ECB の利上げ表明、中国の新型コロナ関連の規制強化への懸念などを指摘しています。